アメリカ、カリフォルニア州、コントラコスタ郡にある、非法人地域、コントラコスタセンターの標識非法人地域、または未法人化地域、未編入地域とは、アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリアなどの国に存在する、市町村に相当する、最小区分の地方自治体に属さない地域を言う。これらの地域は、より大きな行政区画であるタウンシップ、行政教区、 バラカウンティー、市、おごり、連合州プロビンス、あるいは国等により管轄されている。また、法人化されていた地域が解散、あるいは、法人資格を創出する場合もあり、財政的に破綻した時には、より工事の行政区画の責任により、行政サービスが行われることとなる。なお、アメリカ合衆国の海外領土における、未編入領域は、 英語ではよく似た、アニンコーポレーテッドテリトリーであるが意味が異なる。例えば、アメリカ合衆国などにおいては、基礎自治体は、住民の総意によって設立される。このため、自治体が設立されない地域が存在しており、そのような地域は非法人地域と呼ばれる。非法人地域における警察や消防などの、住民サービスは、通常、より上位の自治体によって提供される。 なお、非法人地域に対して、基礎自治体が設立された地域は、法人地域と呼ばれる。以上の通り、基礎自治体の設立は、住民の意思によって決定されるものであり、人口の代償と直接関連するわけではない。このため、都市化が進んで死と必死うるような規模のコミュニティであっても、自治体が設立されず、非法人地域のままの場合がある。例えば、 アメリカ合衆国バージニア州アーリントン軍は、ワシントン DC に隣接し、ペンタゴンや、ロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港などが所在する、都市化の進んだ地域であるが、軍内には、基礎自治体が全くなく、全体が非法人地域のままである。ただし、これは、住民の意思というよりも、バージニア州法により、人口密度が1000人、平方マイルを超える軍の中に、 新たな自治体を設置することができないという事情がある。テネシー州、ヘイウッド郡にある、非法人地域、ナットブッシュアメリカ合衆国の地方自治体では、非法人地域とは、一般的に、郡の一部ではあるが、どの基礎自治体にも含まれない地域を言う。ほとんどの州では何らかの形で、ホームルールが認められているため、軍委員会は、市議会、または、 将棋界が法人化された地域に対してそうであるように、非法人地域において権限を有する。一部の州ではこれらの権限を、それぞれの州の商業性区画であるタウンシップに譲り、それらは町と呼ばれている場合もある。アメリカにおける非法人地域とは、 市町村組織あるいは公的な政治的な指定なしに、社会的に識別される地理的な領域を表す、一般的な用語の一つであり、大きく分けると、次の二つのタイプがある。コミュニティの法人化に関する州法の際により、非法人地域の分布と性質には大きな違いがある。北東部の7州には、基本的に、非法人地域は存在しない。ニュージャージー州。 ペンシルバニア州、コネチカット州、マサチューセッツ州、ロードアイランド州、ニューハンプシャー州、バーモント州のすべての土地は、何らかの種類の法人化された地域に含まれている。これらの地域では、地方自治体の種類と正式名称は変わる場合がある。ニューイングランド、上記の7州のうち後半の5州とすべて、法人化されている、メイン州からなる。では、 地方自治体は町、または市として知られており、ほとんどの町はタウンミーティング、または代表制タウンミーティングなどの直接民主制により運営されている。ニューイングランドの大きな町は市長、市議会を持つ市として法人化される可能性がある。ニュージャージー州にも市、タウンシップ、町、バラ、村といった様々な種類の行政区画があるが、その違いは 法令上の階層構造によるもので、自治体自体の力や機能によるものではない。バージニア州アーリントン郡にある、非法人地域、ロジリン人口密度は、州で、最も人口が多いバージニアビーチ独立市の5倍で、ある。非法人地域の成り立ちの別の形態として、バージニア州の、強い軍モデルがある。バージニア州及び、アラバマ州、メリーランド州、 テネシー州などこのモデルを採用した州は、法人化に厳密な要件を設定しているか、あるいは軍やタウンシップに、他の州では、市が有するような幅広い権限を付与しており、そのため法人化が阻害され、軍やタウンシップレベル以下の地方自治体を持たない、広大で都市化された地域が生まれている。一方、中部大西洋岸のニューヨーク州やペンシルベニア州では、 基礎自治体と軍の間の権限の割り当てに差をつけることにより基礎自治体による統治と軍による統治の二つのアプローチをバランスさせようとするハイブリッドモデルが主流であるアメリカ全土では周辺の非法人地域を併合し市軍と呼ばれる地方自治の形態を作っている大都市例えばフロリダ州ジャクソンビルテネシー州ナッシュビル等がある 人家がまばらな地域では、州の土地の大部分が法人化されていない場合もある。ノースカロライナ州を含むいくつかの州では、市や町に対して、域外管轄権が付与されており、後の併合までの前段階として、一定の距離内にある隣接する非法人地域の、用途地域の決定をする場合がある。これは、用地地域が全くないか、あるいは、 非法人地域の用途地域しかない中の軍では便利である。カリフォルニア州ではサンフランシスコを除くすべての軍に非法人地域がある。非常に人口が多い軍では非法人地域に多くの居住者がいる場合がある。ロサンゼルス軍政府は軍内の非法人地域の人口は100万人を超えていると推定している。州の中で 最も人口の多い地域を含む88の法人化された首都町があるにもかかわらず、ロサンゼルス郡の65%は非法人地域であり、ここはほとんどがエンジェルスナショナルフォレストとそこから北のほとんど人がいない地域からなっている。カリフォルニア州の法律は、首都、町を区別せず、基礎自治体はどちらの用語も正式名称として使うことができる。 アメリカ合衆国の当初部において、非法人とはその領域が正式に、かつ、不可逆的に、アメリカ合衆国に組み込まれていないことを意味する。したがって当初部の非法人地域には、潜在的に、他の国家等に売却されたり、統治権が移管されたり、逆に統治権が付与されたりする可能性がある。現在アメリカには5つの主要な当初部の非法人地域があり、それは、 アメリカ領サモアプエルトリコグアムアメリカ領バージン諸島北マリアナ諸島であるオーストラリアでは他の多くの国とは異なり州と特別地域の下に一つのレベルの地方自治体しかない地方政府の管轄地域は一般的にいくつかの町やあるいは都市全体を含むそのため人口密度が非常に低い地域や その他の特殊なケースを除くと、オーストラリアでは、ほとんどの地域が LGA の一部である。したがって、非法人化地域は、遠隔地にあって、広大な地域をカバーしているか、非常に人口密度が低いか、あるいはその両方である。非法人地域の住所は、オーストラリアの他の地域と同様、そこを管轄する州、または、特別地域が指定した、郊外あるいは、 地方のついた名称を使う。そのため、非法人地域においても、住所に関して曖昧になることは稀である。オランダでは新しい埋め立て地ができた場合、乾燥するまで非法人地域としての一定の期間を設けている。非法人地域は中世まではランドドロスト、またはドラサルトと呼ばれる任命された役人により管理、されていた。また、エルテンとザルフカントはいずれも、 第二次世界大戦後にドイツに併合されたが、1963年にドイツに譲渡されるまでは、ランドドロストにより統治された。2017年現在で直近の非法人地域は、フレボラント州の堤防が作られた1967年に設けられた。最初の何年かは、土壌が砂地と同様であるため、農業や道路、 住宅の建設のために堤防に近づくことが可能になるまで数年を要する。居住が開始された当初は、ランドドロストとして知られている。特別に政府から任命された役人が赴任した。ランドドロストが赴任している間、地方議会は設置されない。1975年、現在のアルメレに、最初の住居が建てられ、 1976年から1984年まで、その地域は、南部アイセルコ定防管理事務所の責任者としての、ランドドロストにより統治された。1984年、ランドドロストは、紳士アルメレの最初の市長となり、下記の一部の水域を除くと、その日、以来オランダには非法人地域は存在しないこととなった。その後も、 管理事務所は残り、マルケル湖の水域を管理していた。ワデン海北海の内領土内にある水域、アイセル湖が地方自治体の管轄となり、現在はすべての水域が自治体の一部地となって、オランダには非法人地域は存在しない。南部アイセル湖堤防管理事務所は1996年に解散した。カナダには州によって非法人地域があり、 そこにはその地域を統治する地方議会がない。その場合は、一般的には、より大きな都市の一部となるが、そうならない場合もあり、その地域の広さは、ハムレットと呼ばれる、小さな村落から、町や市に匹敵する大規模な都市化された地域まで、様々である。チェコでは5つの軍事演習場を除いて、すべての地域が基礎自治体に分かれている。演習場は、 地域の一部ではあるが、自治体の機能を持たず国防省が所管する軍事事務所により統治されている。ドイツには他の国のタウンシップに相当するレベルの行政区画は存在せず、国土の大部分、ほぼ99%が基礎自治体に組み込まれている。基礎自治体は非法人地域とは考えられていない複数の地域からなっている場合もある。 そういう地域では独自の議会を持っていないため、非常に小さな村落を除き、市議会により任命された村長が置かれる。2000年時点で、ドイツの非法人地域は295カ所、総面積4890.33平方キロメートルで、国土の約1.4%を占めていた。2007年12月31日現在、 ドイツには248の無人の非法人地域があり、そのうち214はバイエルン州にあって、どこの基礎自治体にも属しておらず、ほとんどが森林地域、故障、または大河川からなっている。また3カ所の有人の非法人地域があり、これらはすべて軍事演習に使われている。ニーダーザク選手のオステルハイデトローハイデ、 バーデンビュルテンベルク州のグーツベジルクミュン人間の3カ所で、そこには合計で2000人弱の人が住んでいた。グーツベジルクミュン人間は2011年1月1日、有人地域を隣接する自治体に吸収され、無人となっている。ノルウェーでは、ヤンマイエン島、スバールバル諸島、ブーベ島が、県や基礎自治体の枠外にある。これらの地域には、地方議会はなく、 直接国家機関により管轄されている。スバールバル諸島には、ノルウェー政府が任命した総督がいて、その地域を統治しているが、2004年以来、ロングイエールビーン地域評議会が置かれ、部分的に、ノルウェーの地方自治体のように機能している。ヤンマイエン島は、無人島で、わずかに、ラジオ局と、気象観測所のスタッフがいるだけであり、 ブーベ島にはたまに訪問者がいるだけである。ロシア連邦における、非法人地域は、と呼ばれ、直訳すると集落間地域となる。ロシアの地方自治体に関わる法律によると、非法人地域は、ロシア国内における、農村人口密度よりも低い地域に設定される。2010年時点で、ロシア国内に79存在する。 下記の通り、いくつかの例外的な非法人地域を持つ国々もある。ブラジル、日本、フランスイギリス等、原則として国内のすべての地域が法人化されている国もある。ありがとうございます。